ダン・フォー・ゲルバーグはアメリカ合衆国イリノイ州出身のシンガーソングライター。叙情的な歌詞と温かみのある歌声で1970年代から1980年代前半にかけて絶大な人気を博した。ロンガー、セーム・オールド、ラング・サイン、ハード・ツー・セイなど日本で親しまれている曲も多い。ピオリア生まれ、両親は音楽家。少年時代から クラシックピアノを習う傍ら、スライドギターも独習し、高校時代はビートルズのコピーバンドも組んでいた。ピオリア市の母校ウッドラフダカでは、父親が音楽活動の傍ら教師を務めていた。この高校と代表曲、懐かしき恋人の歌に登場する、食料を品テントを結ぶ通りが後にフォーゲルバーグ、パークウェイへと改名された。卒業後、大学で美術を学びながら、 地元のコーヒーハウスなどで音楽活動を開始。ここで後に名マネージャーとして知られることになるアービン・エ像ゾフと知り合い彼と共にカリフォルニア州、ついでテネシー州ナッシュビルへと移る。同地でスタジオミュージシャンとしてイーグルスなど同世代の数多くのミュージシャンと共演したことが、その後の彼の音楽性に大きな影響を与えることになる。 1972年に最初のアルバム、ホームフリーを発表したが、セールスは振るわなかった。だが、2年後の1974年に、イーグルスのギタリスト、ジョー・ウォルシュのプロデュースによって発表した2作目、アメリカの思い出がヒットし、ミュージシャンとしての地方を固める。その後も、囚われの天使、フェニックス、イノセント・エイジなどのアルバムが、商業的な成功を収めるとともに、 その音楽的完成度の高さも注目を集めた。ジェームス・テイラーなどの1960年代フォークを基盤としながらもギター、キーボード、コーラスなどすべて一人でこなし、それらを多重録音によって表現するスタイルはカズと CSN&Y とも呼ばれた。1980年代半ば以降は社会的テーマを扱った Windows&Walls、ブルーグラスの影響を感じさせる。 遥かなる心は、絆、ハイカントリースノーズなどのアルバムを発表し、大ヒットには恵まれなかったものの着実な活動を続けた。1984年発表のアルバム、Windows and Walls には、実際のアリゾナで起こった事件を取り扱った、トゥーソンアリゾナが含まれるなど、難しい社会問題を作品にした曲も数多く、作曲している。2007年12月16日、 数年間の闘病生活の後、前立腺癌によって死去。イリノイ州では、誕生日であった8月13日を、ダンホーゲルバーグデートすることが2015年に議会で決まった。ちなみに、タイトルにある、オールド・ラングサインは、スコットランド民謡のホタルの光のことである。通常は、言語スコットランド語で、オールド・ラングサインと表記されるが、セームオールドにかけて、 この表記が用いられている。ただし、スコットランド語のオールドも、英語のオールドと同義である。曲のアウトロで、マイケル・ブレッカーのサックスソロでの、ホタルの光がフィーチャーされている。ありがとうございます。